インターネットユーザーの実に87%が YouTube を利用しており、ここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます。詳細は説明文のリンクよりご確認ください。今朝のコメンテーターは軍事評論家上浦元明さんです。えー、今朝もいろいろなニュースが入ってきておりますが、はいえー、箱根。 これは今ラジオ機の方も箱根に行ったことがあるね、はい、有名な場所ですけれども、大涌谷というところのりで、すね近くの温泉施設から噴出している蒸気を昨日確認して、この遊歩道というのがありますが、この大涌谷の周辺のおよそ300メートル、これを箱根町が昨日の午前、規制しました、あと半径3キロほどあるその範囲にあるハイキングコース、これも立ち入り禁止、ですから、有名なのがですね黒卵。 ですから、その温泉のこの吹き出ているろあの蒸気だとか、そのお湯、これで真っ黒なんですよね。なんか7年か8年長生きするって、1個食べるとそうですね、1個食べると1年だか、なんか、いや、7年か七年ぐらいですか。そうか、私、少なく見積もってましたよね。 食べられなくななくるようただ、ちょっと怖いのが、まあ、こういうふうに何かこう火山性地震が増えてるっていうのがね、はい、もしかしたら大きいものにつながってしまうんじゃないかなんて私はね、えー、今回、これはね噴火はないと思うんですよ、はい、噴火はないけども、火山性ガスが出る牽制があるので、えーでね、やっぱりガスがです、ね、ちょっと怖いので、規制、えーえー、してるんじゃないかなと、ですから、あ、えー、あのまあ、噴火のですねあの予兆は、ですねあの気象庁の方もですねおっしゃってましたけど、はいえー、噴火する予兆は見,見られない。 た、はい、だあの、ガスが非、ね、常に噴、あ、出、のー、するガ危険、はい、があるのでと、えー、いうことで、まあ、規制されているようですから、近くまで行ってです、ね規制、規制ラインぎりぎりまで行ってです、ね、えー、見て、またあの辺ですね、えー、箱根はあのいっぱいこう散歩しても、ハイキングしても楽しいコースがいっぱいありますから、ねまあ、大事ないようにしたいですけどもね。うん、さあ、それではです、ね、ここからのテーマはこちらです、はい、日米同盟強化。 希望の同盟で自衛隊はどうなるのか先日行われた日米首脳会談安全保障分野で連携を強めることで一致しました会談で安倍総理とオバマ大統領の両首脳自衛隊とアメリカ軍の新しい協力の在り方を定めた日米防衛協力の指針ガイドラインによってですね日本がアジア太平洋地域やグローバルな安全への貢献 貢献をを拡大すすることを確認していますガイドラインの見直しは18年ぶりですガイイドラインというのは今もご説明した通りですね日本が有事の際にあの自衛隊とアメリカ軍の,その役割分担を定めた、まあ、政府間交渉のことなんですけれども日本とその周辺の安全確保に主眼を置いてきた日米同盟、まあ、地理的範囲、あと内容ともにですね大きく広がって新しい段階に入るわけなんですが上浦さん、はい、この辺りはいか あの,ですかあのですね、あの日米ガイドラインをですね、はい、新しく決めたっていうのは、ですね今回3回目なんですね、1>, はい、1回目は1978年で、これはもう冷戦真った中で、はい、ソ連が、えー、当時のソ連がですね、うん、ソ連軍が日本に攻めてきたらどうするかと、はい、いうことを決めたわけですよね、えー、で次にですねあの改正したのが、あの冷戦が終わったですね、1998年、はい、ですから今から18年前なんですけども、えー、その18年前にですね、あの 朝鮮半島で戦争が起きたら、日本はアメリカをどう助けるかということを決めたんですね。はい、で、今回が3回目なんですよ。うん、で、今回の3回目は、あくまでも中国がですね、はい、海洋進出をする中国軍をどうして日米がその抑えるかということで、ですね<ー>その話し合う予定だったんですね。うん、と言われてたんですよね。はい、対中国の,、はい、あの戦争の役割を決めると。うんはい、ところがですね、実際ガイドラインの合意内容を見ると。えー 日米安保ですね。地球規模、まさ、はい、に中東でもですね、えー、どこでもですね、その日米安保でやると、うんはい、それ以外も一つと、もう一つはあの。えー 自衛隊がです今まで専守防衛で、ですね、日本に外国の軍隊が攻めてこなければ、自衛隊は戦えなかったですよね、日本周辺とかですね、そういう概念でしか、ところがもうこれからですね、よその国の戦争、例えばですね、中東であるとか、ですね、ペルシャ湾での嫌い除去ですね。それも、 あの、適切な場合と判断した場合、の、うん、適切な場合という言葉を下に使ってですね、じゃあ誰が適切な場合を判断するのって言ったら、これは政府なんですよ。はい、政府がですね、勝手にですね、これはもう適切な場合だったらですね、もうそのまま自衛隊出さなきちゃうわけですね。はい、ところが、自衛隊はですね、そういうですね、例えば嫌い封鎖なんて、解除なんていうのはですね、うん ものすごい弾が飛んでくる中でやるんですよ。<ー>ね。向こうだって、嫌いをどけてほしくないからですね。何のために敷設したかっていうとね。そこをですね、えー、もうそのそ、通さないためですから、はい、そこには機関銃が向いてるし、大砲、えー、が向いてるし、ミサイルも向いてるし、えー、で、それで、のこのこ出てきたら、もう集中砲火を浴びるわけですよね。えー、そういうのができるとなって、ところが、憲法9条ではですね、えー、そういうことはして、戦争はしてはいけない、交戦してはいけないっていうことになってですね。はいえー 憲法を何も触らないで、はいその、いわゆるガイドラインで,です、ねうん、そんなことができると言われて、えー、さらにです、ね、その法制をこれからです、ねうん、安倍さんはアメリカの議会で,です、ね、はい、これから夏までにその終わらせると、はい、いうことを言ったわけですよね、えーはあ、そんなです、ね、今までと全く70年間、全く日本がやってきたこととは違うことをやってで、本当に日本はそういう国になるのっていうのがですね。 私の正直な気持ちで果たしてですねこれだけの大きな変化にです、ね、日本の国民が耐えることができるんだろうかというのが。 私の今の今感想です、えーまあ、あのこの前の,その日米首脳会談、あと、新ガイドラインなどありました、はいえ、あれはあくまでも指針であって、えー、まあ法的拘束力がないとされてはいるんですが、うん、でもここまで大きくなってくると、何かもう決まったもののようなイメージになってくるんですよ、ね、そうなんです、それが一応危険なんですね、だから自衛隊はですね、今の日本の防衛予算なんですけれども、はい、防衛予算はですね、 日本の国内総生産、GDP ですね、はい、GDP ね、はい、GDP の1%、はい、1> それから国家の総予算の5%というふうにですね、はい、これ決まってるんですよ。ず、ええね、ーっと今まで、どんなにですねあの時期でもそれがほぼ守られてるんですね。はい ですから、それをですねこれからもですね新しい新ガイドラインに沿って、それを変化させることはまずできないと思うんです、予算がね。それから自衛隊の定員も、ですねもう非常にですね厳しく決められてましてね、減ることはあっても、増えることはなかったんですね。ですから、今回、ですねこのもしガイドラインをやるとしたら、自衛隊はですね画期的にですね人数を増やさなきゃいけないんですね。それも、ですね定員を増員するということもですねおそらく不可能だと思うんですね。予算もつかない、定員も増やせない。 そして日本がですねその世界中のどこでも、うん、アメリカと一緒に戦争できるというようなことを、ですね、うんええ、安倍さんは簡単にアメリカの議会で夏までにちゃんと法律を作って成立させるという約束したけども、ええ、そんなことが本当できるの<ー>というのがですね。ええ 私というよりも、自衛隊のですね偉い人も含めて、ですね同じ感想を持ってると思うんですよ。どうなんでしょう、これはそのアメリカ側からこうしてほしいと言われたことを、こういうふうにいやいや、そうじゃない、それはもう安倍さんが、ですね自分がですね大風呂敷を広げて、ですね私たちはこんなことができるよ、あんなこともできると言って、ですねまあ、ごまする言っちゃいけないけど、そういう感じでですねやったんじゃないかなという要するに。 小泉さんが、はい、あの、中国や韓国と仲が悪くても、アメリカと、あの、仲良かったら済んだんで、ええ、同じようなことをですね、<ー>すれば、ええ、あのあ、アメリカと仲良くすれば大丈夫だという。 そういうですね、まあ、一種の大風呂敷だと思いますその安倍さんを、まあの、例えばよく捉えるならば、ここまで言いました、だけれども、実際が伴ってないので、えー、実はできないんだという、その判断のもとに言ってるということはないですそれはです、ね、えー、それと同じことがです、ね、えー、1> 第一次安倍内閣の時に、インド洋で自衛隊の給油ですね、はい、自衛隊給油してましたよね、えー、あの燃料海、海上自衛隊が。はい それを安倍さんが同じようにアメリカにそれを継続させます、継続させますということをです、ねええ、何度も約束して、ええ、それで結局継続できなくて、それで安倍さんが辞めたんですよ、第一次安倍内閣で。ええ、ですから、それがですねまた繰り返すと、アメリカとですね、ええ、あの鳩山首相も私に任せてほしいとすべて大丈夫だって言ったけど、はい、結局それが対米約束ができなくて、鳩山さんも辞めたと。はい いうようなことが、ですねまた日本でも起きるんじゃないかなという、ですね、うん、そういう危惧を私は持っています、うんうん、はい、さて、あの日米同盟、希望の同盟だとして、その連携、協力を呼びかけているわけなんですけれども、そうすると、その安倍総理のその安全保障に関する外交っていうのは、これ、どう。 考えればいいんでしょうかねアメリカはですね、アメリカとしてみれば、日本はやります、頑張りますね、どんどんの自衛隊を出しますね、アメリカの作戦に協力しますと、ガン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 言えば、ですねそれはアメリカは、おお、よしよしと、それは反対はしませんよね、ただし、それが実現できるかどうかっていうことに関しては、ですねアメリカはそんなに信頼してないと、ただ言ってるだけであってですね、だから、日本のですね国民がですね、 安倍さんのそういうのやり方をこれから支持するのか支持しないのか、安倍さんはもう選挙によって私は支持されたんだと、はい、私のこの考え方は国民にも信を得ているというふうにおっしゃってますけども、うん、果たして本当にそうなのかと、えー、いよいよですねあの具体的な姿が、日米の軍事同盟の、はい。 実際の姿が見えてきたので、これからですね次の選挙でですねどういうふうな国民が判断を下すかっていうのは、ですね、えー、非常に重要だと思いま,す、ね、ま選挙と言いましても、来年ですからね、ね参議院選挙、えー、でもこれからそのまあ国会がまたある、はい、で野党は今、憤ってますよね、えー、なんでそんなね国会で最初に決めなきゃいけないことをその外国行って、アメリカに行って、えー、え口約束みたいなことをしてきてしまったんだっていう、えー、ここ、野党もああのー、まあ力の見せどころではあるりなすよね。もあ野党もっっとしっかり でい,たいです、ね、なんかこう、えー、だらしないですねあのこれ、だから一番心揺れてるのは、自衛隊の皆さんかなと思うんですよ、本当困りますよ、えー、だって、死んでこいですからね、うんうん、あのー、アメリカ人は日本のために血を流すけど、日本はアメリカのために血を流さない、だから行ってこいったら、自衛隊に死んでこいって、血を流し来こいって言ってるもんでしょう。<ー>ですからそういう意味では、ですね非常にあの例えばイラクでですね自衛隊行きましたけども、えーはい、やっぱり帰ってきて、ですね彼らの方が自殺されてるんですよね。 ですからそういうことを考えますとね BTSD とかねそうだから無理なことをですね、えー、政府は政治家がですね官僚がですね無理やりやるとですねもうそのしわ寄せっていうのは自衛隊が来ますから自衛隊に来ますからね、えー、非常にですねそういう意味からすると怖い話が進行してますよねただその自衛隊の本音っていうのはなかなか 伝わって来まませんもんもねまあ,ねあんまり自衛隊はねそういう政治的な発言をですね控えるっていう結果があるんですよ、えー、ですから黙ってるけど、ただ一票は行使できますからね、はい、選挙権はありますから、えー、だから、まあ、次の選挙で,で、すねなんか大きな変化が出てくると思います、うん、それこそあの今回、ですねその日米のその同盟、まあ、強化ということで、えー、今、上村さんおっしゃったみたいに、自衛隊員がもっともっと必要になると、うん、でもなり手がいるかどうかっていうのも含めて。うん の中でつっぱそうですよね,ねええー、それはあの今まではそのね一人も死んでないしそ、うん、の戦争もしないんだとまあ守るんだ国を、うん、っていう観点だったわけですからね、うん、ええー、それは非常に複雑な気持ちであの、うん、いるですよね、うん、やっぱ国民もですねやっぱり自衛隊の人と一緒にですねよく考えてほしいと思いますね、うんうん、はい神浦元明さんでした